就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。ソニーグループは、2024年秋、アニメ、鬼滅の刃をはじめとするコンテンツを体験できる施設を、開業予定である。この施設では、最新の VR 技術や、音響技術を駆使し、ソニー独自のアニメや音楽、ゲームなどを楽しむことができる。鬼滅の刃のアニメは、ソニーグループの子会社である、アニプレックスが制作している。この新施設は、ソニーのコンテンツを一堂に集めた初の試みである。デジタルだけでなく、リアルな体験も提供することで、ソニーの IP 戦略は、新たな段階に進む。施設は、東京都中央区の京橋に位置し、戸田建設が手掛ける、再開発ビル内に設けられる。施設の面積は約1200平方メートルで、ソニー G の IP 管理会社であるソニークリエイティブプロダクツが運営を担当する。入場は有料となり、料金は今後決定される。ソニー G は YOASOBI やグランツーリスモなど多くの世界的に人気なコンテンツを持っている。例えば任天堂は USJ にスーパーマリオのエリアを設けている。またワーナーブラザースもハリーポッターの施設を東京に開設している。インボイス制度の導入から1ヶ月以上が経過し、10月分の請求書の処理が進行中である。しかし中小企業や新興企業を中心に混乱が続いている。請求形式の違いや登録番号の確認作業により業務の負担が増大している。10月に入っても多くの企業が今後の対応に不安を感じている。特にアプリやソフトウェア、電子商取引を手掛ける事業者の中には、10月以降にインボイスの発行が急増しているケースがある。これは各販売プラットフォームの発行方法が異なるためである。例としてアップルは直接インボイスを交付するが、 Google では事業者が交付する必要がある。また納入先からの請求書のフォーマット変更の要求が増えている。各企業が異なるシステムを使用しているため、アカウントの登録作業に時間がかかるという声もある。制度の導入に伴い免税事業者の登録が必要となったが、9月末時点での登録完了者は106万人にとどまっている。このため一部の事業者は登録作業に追われている。専門家からは今後もこの制度に関する混乱が続く可能性があるとの指摘がある。ルヴァンカップの決勝は東京国立競技場で開催され、福岡が浦和を2対1で下して初の優勝を果たした。これは福岡にとって初のタイトル獲得である。前半には前と宮がゴールを決め、その起点となったのは今野のクロスであった。後半 PK を失敗した後の1点を返されたが、福岡はその後のピンチを乗り越えた。浦和は7年ぶりの優勝を目指していたが、秋元のゴールだけでは足りなかった。最優秀選手には福岡の前が選ばれ、優勝賞金1億5000万円を獲得した。福岡の先制点はボールよりも先にゴールに飛び込んだ前の活躍によるものであった。試合開始からわずか5分、国立の舞台と浦和という強敵を前にしても、福岡は長谷部監督のひるまないという言葉を体現した。福岡の守備は先制点を取るとピラミッド型に機能し、浦和の攻撃を外に追いやった。そしてボールを奪うと山岸が攻撃の先頭となり、そのサポートの動きが攻撃に厚みをもたらした。決勝の観客数は 61,683 人となり、長谷部監督はこれでクラブの歴史が変わり前進できると述べ、福岡市とバルセロナの人口は大差ないとして、さらなる高みを目指すことを強調した。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。